こんにちは、ドクター浜です。11月も24日になりまして、もうすぐ師走ですね。こちらも、久しぶりに本格的な雨が昨日と今朝方降りましたが、今は晴れ渡っていい天気です。外では落ち葉を掃除するヘンテコリンなブロワーのエンジン音が響いておりまして、ちょっと気が散るところなんですけども、こちらの方ですね、割とその落葉が今美しい季節を迎えていまして、木が黄色く色づいていてですね、木の葉っぱが黄色く色づいていて美しいんですけども、やはり落葉樹ということでですね、雨なんか降ったりすると翌日は相当葉っぱが散ってるわけですね。で、こちら石畳、歩道が石畳になっていてですね、石畳に枯れ葉、黄色い葉っぱが多いんですけども、なんかこうヨーロッパっぽくて風情があるななんて言ってられないぐらい葉っぱが落ちてですね、排水溝を詰まらしちゃったりするのでですね、こちら雨がこの秋冬が多いもので放っておくと大変なことになるということで、おそらく市の、方だと思うんですけども、掃除にいらっしゃってまして、すごく大きなエンジン音のするですね、ブロワーでブーブーとこうですね、なぜかそれを吹き飛ばしてから吐いて集めるみたいな、そういう方法を取られていてですね、まあその吹き飛ばすためだけに、そんなエンジン付きのブロワーなんで使うんだろうって私はなかなかこう納得いかないんですけども、吐けばいいんじゃないのか、ほうきで吐けばいいんじゃないのかと思うんですけども、まあこのブロワーを使って、あとほうきで集めるというのがこちらのやり方のようでですね、のんびりとした午後ですが、ちょっとこのエンジン音がうるさいなという午後を過ごしております。昨日ですね、予告していた通りライブストリームを敢行いたしました。2回目、まあ、本格的にやるのは2回目ということで、抜かりなしと思っていたんですが、まだですね、その何て言いましょうか、バックグラウンドで流れていた音声が思いっきり入っていて、全然私が喋っていたことが聞こえなかったとか、それが大体20分以上経った後に発覚してですね、えらいショックだったんですけども、以後こういうことがないようにですね、すっきりとした放送を 心がけたいと思います。で、それでその最初の方ですね、1時間ちょっと続けたんですけども、最初の20分にもう25分ぐらいですね、バックグラウンドに、その YouTube のですね、開きっぱなしにしてたものの音声がずっと入っていってですね、私が喋っていた、そのライブで喋っていたことよりも、そっちのバックグラウンドの音の方がバカでかく入っていたようでですね、聴衆の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしました。で、その中でですね、フィクションっていうですね、そのベーシックインカムを想像して、こうなんかユートピア的な世界みたいですね、そういうこう架空の世界を想像してみませんかという話だったんですけども、で、そのフィクションをですね、その書くっていう時に、まあそのエンターテインメントっていうこともあると思うんですけども、まあやっぱりそれだけじゃなくて、この架空の全くその想像上の世界ではあっても、それをこうイメージすることによって、かえってその現に生きているこうリアルなですね、その世界についてのその理解が深まるというか、こう愛着が湧くとか、その注意が向くみたいなですね、そういう効果が期待されているのかなと。で、実際その、まあ著名なと言いましょうか、こう名作と言われているようなこうフィクション小説とかをですね、残されている作家の方々、やはりそのフィクションとはいえ、なんて言いましょうか、その教訓ではなくて、なんかその自分なりにこう伝えたいものっていうものが
なんかこう、あるということで、で、例に挙げましてですね、お話ししたんですが、全く聞こえてなかったようなので、もう一度ここで明らかにしたいと思うんですけども、そのウンベルト・エコさんのですね、バラの名前という小説がありまして、で、それについては、その作家の栄光さんはですね、笑いについての理論、セオリーっておっしゃってるんですけども、それを書いてみたかったと。で、まあ、ご自身としては、それほどこううまくいったっていう感触はないというふうにおっしゃっていたんですけども、まあ、そういう形でこう、セオリーって言ってしまうと、なんかこう、堅苦しいんですが、こう、まあ、英語って言いましたが、ヨーロッパの方のですね、方々が表現するならば、こう一番しっくりくるのが、その作家さんのですね、その言わんとすることといいましょうか、こうフィクションであってもこう込めたいメッセージみたいなものですね、それを指してセオリーというふうにこうおっしゃってるんですけども、まあ、私の場合もですね、こうベーシックインカムのユートピア、もしそのフィクションを書くっていうことであれば、やはりその、まあ、格差の是正とかですね、そういったこともテーマにはしたいんですけども、やっぱりこう何が伝えたいかなっていうのをずっとこう考えていたんですけども、そこで一応私なりにですね、こう結論付けたというか、まあ、これでいったらどうかというふうにこう思いついたのが、その礼儀の正しさっていうんですかね、こう礼儀正しく、参りましょうという形でこう、読者の方にですね、語りかけるような、イメージで進めていってはどうかみたいなですね、そういうことを今、考えてるんですね。で、その、まあ、礼儀の正しさっていうのはですね、やっぱり簡単なようで結構トリッキーだなっていうことでですね、まあ、昨日のライブストリームでもちらっとお話ししたんですけども、やっぱりこう表面上、まあ、何らかの理由によってですね、こうよしなに、過ごすためっていうのもあるでしょう。こう表面的に礼儀正しさを装う、もう行動で何でしょう、マナーに沿った振る舞いをするとかですね、言葉遣いも、まあ、あえて丁寧な言葉で過ごすというようなことはいくらでも我々やりますし、実際できるわけですね。で、ただし、そこの、そういう、こう表面上のポライトネスの裏側にですね、そのそれぞれの人が抱いている思いっていうものに関しては、やっぱりその人によって違ってくるのかなと。ですから、本当にもし、あからさまにですね、もう表面上合わせりゃいいんだろうっていうような内心であれば、まず全くそのポライトとは言えないと思うんですよね。で、逆に、その、みんながですね、例えば10人なら10人、その10人中8人、9人がですね、いやもうこれ、形だけ合わせてるだけでしょ、俺たちこれ、儀礼的にやってるだけよねって思ってたとしても、残る1人は、やっぱりそういう儀礼ではあっても、守っていくっていうことが、そのメンバー、関係者ですね、その他の人たちに対するその礼儀の正しさだっていうふうに、本当に心から信じている場合もあるという感じでですね、やっぱり簡単に済ませられる話ではないと思うんです。ただ挨拶すればいいとかですね、規則を守ればいいというようなことでは済まないことだと思うんですね。ですから、まあ、ずっとその優しい社会シリーズでお話ししているその内心の話なんですね。ですから、内心の話、内心一人一人のですね、内心を尊重しましょうっていうですね、それはまあ私がこう夢に描いている世界なんですけども、それはこの内心の尊重っていうのはですね、シンプルに言えば一人一人の内心っていうのは結局は他の人には分からないっていうところなんですね。ですから、その分からないからもう適当に好きなこと考えていいとか、そういうことではなく、いくら、いろんな証拠がですね、出揃っていて、多分この人はこういう感じのことを考えてんだなっていう、まあ、何でもやっぱり私たちは、こう、想定はするんですけども、いかにその想定がですね、どうも正しいなというような場合であってもですね、最終的なことは、
こうファイナルアンサーというですね、ファイナルワードというものはあくまでもその、そのご本人のものだというですね、そういうようなあのこう一応、そのスペースというものをお互いにこう与え合いましょうというようなですね、そういう気持ちなんですね。ですがそのポライトネスということ、礼儀正しく参りましょうというですね、この呼びかけのメッセージに込めるものもですね、やはり同じようにその内心というものを尊重しましょうと。ですから、間違ってもですね、形をですね、表面上のその、行動であるとか言動であるとかを揃えたからといって、もうあとはもうそれぞれの自由だみたいですね、そういうこう乱暴なものになってしまっては、こう礼儀正しい社会ではなくなってしまうということなので、まあ、そのあたりですね、なるべくこう読まれた方がですね、そうだなとこう、まずはですから私必要なのはこう自分自身のその内心っていうものをですね、この注意を向けてみて、あそうだよね、やっぱり自分のことだってそんなにはっきりと 100% は分からない、完全には分からないだから、まさか他の人のですね、その人がそれぞれどういうふうに感じて どんなことを思ってるのかみたいなですね、それはさすがに勝手に決めちゃダメだよなみたいなですね、それぐらいのこう思いがこう実感していただけるようなですね、そういうようなこうフィクションっていうのは書けないのかなみたいなことは、はい、もう本当にラフなアイデアでしかないんですけども、はい、考えています。であとはそうですね、この礼儀の正しさとあんまり関係ないと思われるかもしれないんですけども、そのこうよくですね、その自分の頭で考えましょうみたいなことは割と頻繁に聞くと思うんですね。でそれはまあもちろん大事なことではあるんですけども、私としては、あんまりですね、そういうふうにははっきりとは言いたくないところがあってですね、でそれはなぜかというと、大体その傾向としてですね、この自分の頭で考えましょうみたいなことを言う人って、大体もう自分はできてるって思ってる人たちなんですよね。で、じゃあそういうのがなんかあんまりこうはびこってほしくないなっていう思いがあってですね。ですから逆にですね、そういうふうな偉そうと言ったらあれなんですけども、その自分はできてるっていうことをですね、いろんな理由があってこう指名したい人たち、そういう人たちにこう接したときに。負けないというか、その言いくるめられないというか、騙されないという感じですね。そういう胆力をつける。で、それが基本的にはその結果的にその自分の頭で考えるということになっていると思うんですね。ですから、そのあたりもですね、やはりその何でもかんでもですね、こうあからさまに、俺が正しい、こういう正しいことがあるのに、なんで君たちやらないのみたいなですね、そういう形でこうご指導、しよう、ご指導を、賜ろうという、そういう人が、結構この世の中ですね、いろんな事情があって登場してくるわけですけども、そういうものに対し接したときにですね、あえて対決するんではなくですね、先方はこう何かを伝えたい、教えたいことがあるようだということなので、とりあえずありがとうございますと言っておいてですね、それで取れるところは取る、ちょっとこの人分かったこと言ってるようだけども、自分に合わないなとかですね、あとはいろんな理由でですね、100% 聞かないといけないようなことっていうのはそんなにもないはずなので、自分の直感を信じてですね、やらせていただきますというような態度でですね、やり過ごしていければ、御の字なのかなと。でそういう形でですね、どんどんその成果重視っていうんですかね、その
パフォーマンスでアピールしてくるっていう人たちは後を絶たないと思うんですね。まあまあ、いろんなその社会のシステムがそうなっている、そちらをこう優遇すると言いましょうか、行動でアピールする成果でこう評価してもらうみたいですね。そういう方が、まあ、主流と言いましょうかですね。まあ、それ以外には何て言いましょうか、こう評価のしようがないっていうようなことでですね、やっぱりどん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 とそういうこうできる方の人たちがですね、そういうことでガン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 こう攻めてくるような流れというのはなかなか変えられないと思うんですけども、まあ、その中でもですね、一歩引いてと言いましょうか、その中でですね、より自分に合ったものをですね、選び取れるような、そういうようなですね、態度をですね、自分の中でこう醸成していくためにもですね、まあ、なるべくその、パッとこう結論付けようとか、これはいいもの、これは悪いものみたいなですね、そういう形で仕分けていこうとするんではなくて、まあ常にですね、まあ、自分の何か中にあるこう、まあ、核になるようなものとこう相談しながらですね、交わしていきましょうか、得られるものは、まあ、得ておく、もしくはその後になってもう一回考えてみるみたいですね、そういうようなこうゆっくりとした態度でですね、臨めるっていうことがすごく大事じゃないかなみたいな、そんなことを礼儀の正しさっていうんですかね、そういうことでですね、なんとかこう表現できないかなみたいなことを考えておりますね。